Hazard 6. She wasn't joking about raising hell. Leon. Leon! It's... Ada! I thought she was dead. こんにちは、ブルーホースです。本日もね、Biohazard 6をやっていきましょう。なんかいきなりね、ヘリコプターに乗ってやっていくっていうところからなんですけど、全然ゾンビが来ないっていう。Leon! That way! まあなんか今パートは、なんて言うんだろうな、これまでみたいに人を操ってうんぬんっていう感じではあんまなくて、どっちかっていうとヘリコプターを中心にね、ブラ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 やってるっていうね、うん、どっちかっていうと親切設計な感じなんですよね。うん、ちょっと待って、あ、来てるかな、最悪ね。はい、はい、ヘリコプターに装備されてるような銃だからさ、それはね、一般のゾンビとかだったら一撃でお亡くなりになるレベルのあれだよね。はい、 OK かな。You're on your own now, you two. あとは自力でなんとかしてね、お二人さん。じゃあ行きましょうか。こっからがちょっと確かにめんどくさかったはずなんだよ。で、今日のお供もカルピスに白桃です。うん、huh. It's getting a little crowded up hereオッケー。まあ、これにぶつかったらめんどくさいけど、なんかめっちゃ来てるよねー。めっちゃ来てるよねー。これどうしたらいい？これさ、ミサイルさ、当たってんのかな？はい、オッケー、潰れた。さよなら。もうだって完全にこんなんさ、なんかコンバットゲームみたいになってるよね。後ろから来てる？あー、また来たね。はいはいはい。お前らもなんでわざわざ前に回り込んでくんだって話だよね。普通さ、うお、危ない危ない。ああ、下手くそだ。よし、オッケー。はい、潰れした。さよなら。なんか面白いね。同じ看板系がずっと続いてるけどね。あれ、なんか2機来てる今。ずいぶん必死だわ。こいつらは今誰の指示に従ってこういうことをやってんだろうね。どういう状況なんだろう。ミサイルがどこから撃たれてさ、どこに行ってってるのかっていまいちよくわかんないよね。ほいほい、発射。あ、ミサイルがない。あれ、今ミサイル充填中、それとも本当にないだけ。ないだけじゃない、本当にないの。あれ、ミサイルは、あ、いててててててて、てうんね、いよいよ季節も3月に入りましてですね、オーダーが終わるよねー、避けるよねー、おら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 、ごっついの来たな、ごっついの来たな。これが意外と鬼門だったりするんだよね。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って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 、減るの早くない？やばい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 。しつこいわねーっていうか、あの、普通はこんだけ打ち合ってたら終わるはずなんですよ。危ね。よし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 。エイダさん、エイダさん、エイダ姉さんごめんなさい。ちょっと最初の方にやられたあれがめちゃくちゃ痛かったな。うわー、やっちまっただ。まあそういう時もあるということでね。マジか。うん、立派なのが来たわね。ご立派。なんかもう、エイダさんの立派っていう、私のもああいうのが良かったわっていうのがもうなんかもう、ただひたすら、あ、ダメだ。
もう、あかんことしか浮かばないよね。あ、ちょ、やべ。よし。発射。いってぇ、危ねえじゃねえよ。もう当たってんだよ。こっから。よし。ほら。オッケー、え？あれ？あ、まただ！これ、なんだろうな、あの、うわー、下手くそつざまー。てか、こういうゲームで、なんかこういうさ、やられ方でゲームオーバーなのって、すげえ、腑に落ちないよね。立派なのが来た。もう、エイダ姉さんに立派だって言われるのが、もうなんか、もう、ただただ、もうね、そういう意味にしか聞こえないよね。アイス上がります。避けます。上がります。撃ちます。左にずれます。うらかかってこいよ。うらしつこいわね、ほんとしつこいわね。しつこい男はね、あのね、女に嫌われるのにね、あのね、遅いのも早いのもダメなんですよ。適度じゃないとダメなの、適度じゃないと。おらあ、びっくりした、落ちたのかと思った。あ、違うよね、勝ったよね。オッケー、見かけ倒しなんかもういろいろそういう意味に聞こえてくるわ。こんな一瞬であれだよね、タワーに向かってって、あ、そっか、今頃あれか、レオンはなんか戦ってんだよね。ダダダダダダダつってね。まあ、エイダ姉さんがね、2回もやられているうちにね、きっと多分メイビー、おそらく。でここに来てるさ、そのBSA たちは何、全部これシモンズにやられてたわけ、やられてしまったわけ。Back for more. エイダーって、レオン編の時ずいぶんエイダーに絡んでたからね、すごい助かったんだけどね。勝手にやられてくれてたかな。エイダーは全然関係ないんだけどね。完全なる誤解と勘違いだよね、これね。本物のエイダーからしたらとばっちりでしかないもん。何の話してるのってなるよね。ちなみになんかさ、シーウイルスがそのウイルスの中で一番強烈みたいな、そのシミュレーションで、あの、一番感染力の強いウイルスみたいなこと言ってたけど、やっぱりでも、C ウイルス同士が感染するっていうのはないから、そんなに、なんだろうな、やっぱり強いウイルスって気はしないよね。そこで言うと、T ウイルスとかさ、G ウイルスみたいなのとかってさ、やっぱり、感染者から感染者に移動するっていうこともあるし、それだけじゃなくて、そうだよね、いやもうおっしゃる通りですね、とかもあるし、それだけじゃなくってさ、なんて言ったらいいんだろう、これバカって、いやー、だって感染者同士でさ、今回のシーウイルスってさ、行かないわけでしょ。ほら、あなたの仕事よ。 That's it. Show's over. はい、終わりー。なんか真ん中にあれ吊るされてる、なんかすごい踊ってるダンシングエイダさん。あれ、車とか爆破させられないよね、さすがにね。あと他に車、あ、違う、このタンクローラー違うな。なんかどっかにさ、すごいさ、乗ってるやつなかったっけ、気のせいか。まあいいや、じゃあ、あの、高みの見物で遠いところからボコボコ撃っとくか。こっち来るかな、こっち来たら嫌なんだけど。どうしたん、ああ、もう次の展開行っちゃったね。そうそう、3月はね、あの、広島に行くことが決まってね、今からすごい楽しみなんだよね。ちょっと知り合いに会いに行きます。中旬から下旬くらいかな。まあ、広島のね、ちょっとどのタイミングで行くかっていうのは、あの、またね、ブルーホスちゃん決めてよって言われてるんだけど、ちょっと急いで行かないといけない。ちょっと待って。まあまあ、夢中になってるところ申し訳ないんですが、私は私でずっと打つ。あ、いですよね。ああ、そういうことか。で、これで車が引っかかってる間に、
これなんかすごい本当蚊帳の外感あるよね。待って、あのね、動かしてないんだけど勝手に動いてんだよね、ヘリコプターが今。目玉が隠れてるけど、ん？どこ行った？あ、いたいた。はい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 。はい、終わり。じゃあラストかな、もう一踏ん張りってことかな。だいたいこういうの助けに来た連中はね、残念ながらっていう違いね。 NPC 狙いすぎてさ、すげえ退屈なんだけど、これ本当にミサイルぶち込み続けようかな。ほら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 、はい、 OK、 人間に戻った。はい、じゃその間にやっちゃってやっちゃって、ちょっとなんとか、ちょっと、はい、OK、 はい、誰か早く。もうなんかエイダさんすごい寂しいんだよね、一人で。なんかさ、カーラもシモンズもシリウスに飲み込まれてしまうのねって、なんか一人で語ってるわけでしょ。すげえ寂しいんだよね。よっしゃ、行こう。行け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 。こうなってる状態じゃあんまり、あ、でもなんか、殻破れた。あんなふうに変化するんだったっけ。しなかった。あ、とか、待って、こっち向いてる、こっち向いてる。ああ、はい。目玉ちゃんにあのプレゼントしてあげる。やばい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 。こっち来た。お怒りだ。お怒り、お怒りモンズ。あ、食べられた。ああ、食われてない。痛い痛い痛い。重くやばい。オッケー、はい、爆発した。はい。はい、チャンスチャンス。今のうちよ。今のうちやっちゃって。ああ、はい。早くやっちゃってよ。これは無理か、さすがに。この間に、この間に。皆さん、シモンズでなるんだったら、どの形態がいい？僕はやっぱ、恐竜が好きだから、ダイナソー。痛い！お耳が痛いの。はい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 。沈めてあげるか、沈めてあげるから。いやー、お耳が痛い。そうそう、あ、ダイナソーで思い出した。そういえばさ、7月30日にさ、あ、じゃあ4月29日か。さ、ジュラシックワールドの第3部作品があるみたいですね。あれ、すごい楽しみなんだよね。あの、第1作のさ、アラン・グラントとさ、ローラ・ダーンじゃなくて、エリー・サトラーとさ、あ、終わり？あ、まだか。え、こいつらなんで殴りに行かないの？ローラ・ダーンと、それからジェフ・ゴールド・ブラムのイアン・マルコムの3人が出てくるっていうね。で、なんか、ムービー見てると、これまでのオマージュシーンも出てくるし、その前回の女の子も成長した姿で出てくるっぽいね。15歳くらいになったのかな、で、出てくるみたいですね。相変わらず眉毛太かったけど。ただね、その、ロストワールドの時にさ、その街中に恐竜を放つっていう、その、シーンがさ、酷評されてたじゃないですか。それを考えると、今回も、なんだろう、また、ね、4年後の世界を描いてて、恐竜と共存している世界線を描いているってところだけど、これはね、ちょっとどうなのかなっていう。やっぱり、島でサバイバルで、その逃げるみたいなところが、あの、ジュラシックパークのね、醍醐味というかサバイバルな、SF サバイバルのところじゃないですか。恐竜ってどう、あの、街で共存してるっていうのは、どういう展開になっていくのかってところ。だって、まあ、一応3部作品だから、一旦は、その、ね、なんだろう、落ち着くところになってくるんでね。まあそこら辺も含めてちょっと楽しみにしていきたいなとは思うんですけどね。そうか、ヘリ着地するところまで進めていっちゃいましょうかね。それが終わったら、あの、終わりにしようと思うんですけど、皆さんちなみにジュラシックパークだったら何作品目が好きですかね。僕はなんだかんだやっぱり1が一番面白かったかなと思うんですけどね。6500万年前のさ、あの、世界と今が共存するっていうのが、まあ、いかに恐怖かみたいなね。まあ、そりゃそうだよね。恐竜にとってもさ、全然さ、その世界線が違うわけでさ、何この生物とか何この街とかってなってるわけじゃん。一方でさ、やっぱり人間からしたら自分たちが平穏に暮らしてるはずの街にさ、急に恐竜なるさ、もうなんか自分たちよりも、いくつもバカでかいさ、あの、生物がさ、いるわけでしょ。あら、
今の爆発で多分 BSA も死んだんじゃねって思うんだけど、飛来神の謎がここにあったっていうね、噛まれてる感じで助けてあげた。この銃がさ、民間人に当たらない不思議っていうね、ここ侵されすぎやろ、かわいそうだよね。ほんと BSA これこうなったらもうその役にも立たないって感じするけど、よし、はい、あ、いるかも自分が降り立つはずであろうヘリポートにミサイルを撃ち込むってね、降り立てなくてなったらどうするんだろうって話だけど、もうこれで OK かな。はい、OK、 じゃあ降りましょう。まだいる？まだ、ああ、もういないね。 OK、 じゃあ霧のいいところまでたどり着くことができましたので、なんかすごい食堂みたいになったね。一旦ね、ここら辺でこのパートを区切っておきたいと思います。はい、サービスよ。あ、しかもキスマークつけてる。はい、それじゃね、本パート心あたりで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。